5月24日金曜日の全国のお天気お伝えします。西日本から東日本にかけては高気圧に覆われて広く晴れる予想となっています。ただ九州の南部では朝のうち雨が降るところもありそうです。日中も雲が広がりやすい空となります。一方北日本、北海道では日本海側を中心に朝のうちは広く雨の予想となっています。道東エリアでも日中雨が降りやすい空となりますので、外出の際は折りたたみの傘をお持ちください。そして南西諸島、引き続き梅雨空が広がります。この先激しい雨となる恐れもありますので、空模様の変化にご注意ください。気温につきましては、晴れるところを中心に最高気温30度前後まで上がる予想です。熱中症のリスクも高くなりますので、対策をしっかりと行ってください。一方で北海道では前日と比べてかなり気温が下がるところもあります。前日との寒暖差に気をつけて、服装でしっかりと調節を行ってください。最新の情報はお天気アプリウザーニュースからご覧いただけます。